こんにちは、萌です。今回は壁画の動画を流しながらお話ししたいと思います。で、この壁画は2018年に描かせてもらったものなんですが、薬局屋さんで描かせてもらいました。で、薬局屋さんの一角なんですけど、そこに美容コーナーがあって、でエステティシャンの方がいて、エステが受けられるコーナーがあるんですよね。で、そこの壁に描かせてもらったっていう、壁画です。で、エステコーナーなので女性のお客さんが多いので、ちょっと女の子らしい、お花の絵を描かせてもらいました。で、今描いてるのはね、葉っぱのところですね。で、これも、店内屋内なので、普通のアクリル絵の具と、あとはあの内壁用のペンキを合わせて描いてます。なので、この筆も普通のね、アクリル絵の具用の筆です。でも、あのこれとかはね、ハケ、普通のあの壁に塗るようなハケで描いてます。で、ちょっとちらっと見えてるんですけど、私が使ってるパレット、これも下のパレットはね、ホーローのパレット、普通に絵描くときによく使うパレットなんですけど、そのホーローのパレットの上に、なんかちらっとね、紙みたいなのが見えたかなと思います。これね、牛乳パックです。よくあの外で壁画とか、あの例えばライブペイントとかする時って、あんまりこう頻繁にパレットを洗えないんですよね。なので、まあ、洗えない、洗える時もありますけど、結構その時間がかかっちゃったり、あの水場がね、遠かったりするので、こういうパレットの上にすぐに捨てられるように、変えられるように、牛乳パックとか、あとはサランラップとかを敷いて描くことが多いです。結構家でもそうしたりするんですけど、まあ、あの洗うのがめんどくさいとか、あと時間がね、時間短縮のためにやったりします。で、今描いてるのはちょっとあの薄いピンクなんですけど、これもなんかちょっと下書きを、薄く下書きをしながら描いてるって感じですね。で、こんな感じで進めていってるんですけど、これ後でね、枠を描いていくので、ガラッと雰囲気が変わります。で、あの枠をラインでね、描く前はこんな感じの、全体的にこんな感じの色になってます。で、もちろん、見本というかラフスケッチを描いてからの、本番書いてるんですけど、ラフスケッチっていうのは普通に事前に小さい紙にとかパソコン上で大体の図案を書いて、そこから書いていくんですけど、ちょっとね、あの様子を見ながら間を埋める感じでこの時は書いていってます。で、お花とかなので、グリッドは描いてないです。で、あとかなりね、この時は壁がめちゃめちゃ大きかったので、プロジェクターもね、使ってないです。なので、少しずつこの自分のね、塗ってる色で下書きみたいな感じで描きつつ、そこから清書していってる感じです。このね、後ろ真っ白のまま塗らないっていうことだったので、グリッド塗ってないって感じです。これがもし後ろ全体的に色塗りつぶすのであれば、グリッド描いても全然大丈夫だと思うんですけど、グリッドがね、見えちゃうと困るので、この時はね、グリッドも描いてないし、あの下書きもね、そこまでがっちりしてないです。なので、ここにこのお花を描こうみたいな感じで、どんどん描いて埋めていってるっていう感じですね。で、今パレット持ってるのは、さっきの牛乳パックはなくなってるんですけど、これはね、サランラップを敷いてます。なので、
あの違うところに移りたいときはそのサランラップだけベリッと取ってまた新しいサランラップを敷いて書くって感じです。それねすごくねおすすめです。でこのここはねちょっと細かい菊の花だったのでアウトラインを先に書いてます。アウトラインを先に書いてから今色塗ってます。この上に色塗っちゃうとこの黒いアウトライン残したいんですけどなかなかちょっとね見えづらくなっちゃうのでこの上からまたアウトラインは後々書くんですけどとりあえず下書きとしてこのまま残してもいい線だけ書いてます。でこの黄色の今色塗ってるんですけどこれを塗る時もグラデーションになるようにこう中から外とかちょっと影ができているところ葉っぱじゃない花びらの、手前とかちょっと奥になるところとか、影の部分はちょっと濃くしてとか光が当たる部分は白目にしてとかそういう感じでグラデーションをつけながら描いていってます。これも少しの違いなんですけどこのグラデーションがあるとないとではかなり絵の印象が変わってくるので結構ねあるとね全然違います。なのでちょっと細かいですけどこういうところ大事に描いていきます。ちなみにねこの時はねエプロンしてます。たまにエプロン使うんですけどポケットが結構いっぱいついてるエプロンでなんかもう手に絵の具がついちゃってもそのエプロンでバシバシ拭いていけるやつです。たまに使います。でもつなぎでオーバーオール着ててもう汚れてもいいやつ着てる場合はもうそれに絵の具をつけちゃうのでエプロン使わなかったりするんですけど暑いとねやっぱりオーバーオールって暑いのでそういう時はねこういうエプロン使います。で今これアウトライン描いてる感じですね。これもここも下書き描いてから塗ろうとしてるのでとりあえず葉っぱのねこの線下書きっていう感じで描いていきます。でここから色を塗ってるんですけどここも葉っぱなのでちょっとこう濃くなる部分とかあとは光が当たって白っぽくなる部分っていうところをグラデーションで作っていきます。であとはさっきのね最初の方に書いてた方の、お花とか葉っぱをこのねアウトラインをねつけていきます。で細かいところこういうところも今回の絵はちょっとリアルなお花っていうよりもイラスト風な感じのイメージだったのでリアルではないんですけどちょっとねイラスト風な感じに描いてます。この葉っぱもね最初に描いた葉っぱなんですけど線が入ることによってちょっとねイラスト感が強くなったかなと思います。ただお花とか葉っぱものっぺりしたね一色じゃなくてグラデーションを作ることでちょっとねまた違う感じ雰囲気になってると思います。で私のサインとインスタグラムの、マークを入れてこれで完成です。こんな感じで、ちょっとね影の部分とかに金色ゴールドの色も入れてみました。こんな感じでね大きいこの壁を一面お花で埋め尽くしてみました。いかがでしょうか。ちょっといつもと違う感じでイラスト風になってるんですけどなんか華やかな感じに出来上がりました。でこの金色がね光に当たるとピカッと光ってまたそれもいい感じかなと思います。ということで、今回はこんな感じに仕上がりました。また質問とかあったらコメントいただけたら嬉しいです。ではまた次の動画で。バイバイ。